オパンマンドライバー LX はマンドラバリ Linux から派生した Linux ディストリビューションである。オパンマンドライバアソシエー Association によって公開されている。オパンマンドライバー LX はコミュニティ主導による Linux ディストリビューションである。最初の安定版は2013年の暮れにリリースされた。オパンマンドライバアソシエー Association は1901年フランス法のもとで オパンマンドライバコミュニティを代表するために2012年12月12日に設立された。この組織はオパンマンドライバ LX を含むフリーソフトウェアのプロジェクトを管理している。オパンマンドライバー LX の開発環境は ABF と呼ばれソースコードの管理とバイナリーへのコンパイルができる。ABF はパッケージレポジトリと ISO イメージの作成も可能である。 2013年の暮れ、オパンマンドライバ LX の最初のバージョンはリリースされた。これはマンドラバー Linux2011 に基づいており、ROSALinux とマンドラバ SA の成果を含んでいた。オパンマンドライバ LX2014 フォスファースは2014年5月1日にリリースされた。このリリースはマンドレイク Linux の創始者、 ゲイル・デュバルから好意的なレビューを受けた。オパンマンドライバ LX2014.2 The Cyon は2014.1のバグ修正リリースで2015年6月1日にリリースされている。2015年、オパンマンドライバはオパンマンドライバ Linux LX2015 の α 版をリリースした。この OS は2015年に開発されたもので、翌2016年、 オパンマンドライバ LX3.0 ベータとしてリリースされている。この新しいリリースはクランを GCC の代わりにコンパイラとして用いるなど重要な変更がコアシステムに加えられている。安定版のオパンマンドライバ LX3.0 は2016年8月にリリースされた。オパンマンドライバ LX4.0 の開発は LX3.03 のリリース後、 二年余りにまたって続けられ、これは2019年6月に安定版としてリリースされた。このリリースでは DNF へのスイッチなどの変更が含まれる。ありがとうございます。